れ様です。なんです。今がね、もう見えへん。30倍。いつもの感じで。森下さん、こんな感じでよかったですかね。ゆっくりな感じですけど。まあとりあえず今30万円ということでね、ちょっとまた今から落としましょうか。まあちょっと今日当たりはねないことないんですけど、用のらんね。まあまあこれぐらいが楽しいな。ほなちょっと昼から落としていきましょうか。お願いします。でしたね。世界では綺麗。美白。美白。その子。ヒレでかいこれ。森下さんも。よいしょ。ダブルでしたね。恥ずかしいブラッチ。ちょっと僕も外しますわ。よいしょ。はい、おいで。はい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 。おお、よいしょ。最近外した。はいはい、外したろ。どうなった。はい、よいしょ。綺麗な、でかいのに。 OK。よいしょ。昼からね、今3時15分ですけど、もうちょっと当たるかなと思ったんですけど、結構渋いですね。近藤さん、あの昼ね、行きましょうか言うてからすぐにね、近藤さんかけてるから、これは幸先いいなと思ってたんですけど、結構当たりないっすね。ないっすね。もうちょっとだけ落としていきたいと思います。いいやん、綺麗。綺麗ですね。うん。綺麗ね。綺麗やね。オッケー。はい、ありがとう。綺麗な上がりましたね。上がりました。こんなに。やば、ちょっと見して。こうやって。わかるかな。
やばいっすね。やばいっすね。結局ヘラ会はどんな感じ？会はためが効かないですね。ためが効かん。まあ、でもかけると面白いっすね。かけるとおもろい。まあ、実際どうからっていうより結構手元に近いぐらいから曲がり込んでるし、そうですね。ただ専用のヘチ竿っていうか、まあまあ普段使ってる例えばリンユサイとか、あの辺と比べるとためが効かん。そうですね、効かんっすね。効かんっすけど、また楽しみは楽しみは楽しみ、スリリングなやり取り。そうですね。なるほど。今回も今こっちがヨットね、この高い方の外がちょっとスリッとなってるんですけど、結構入られた感じで。入られたっすね。結構ほんまやばいね。やばいっすね。やばいわほんまに。すごい。全部っすからね。全部危な。まあまあ結構綺麗な方、上がりましたんで。結構満足ですね。ビチートから。あ、ビチートじゃないです。結局引っ張られへんのか。引っ張られへんですね。引っ張られてた。水面に竿先入ってる。お疲れ様でした。お疲れ様です。結構暑かったですね。今回ね、ヨットハーバー朝から、降りてね、近藤さんも森下さん今日ね一緒に初めて、調校させてもらいました。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。このね、スリットとはまた違うこのヨットハーバーというところでね、1日やったんですけど、まあまあええ感じかなと思ったんですけど思っただけっていうことで。せやけどちょこちょこ当たりはね、もらえるような感じやったんで、厳しくはないんかなとは思いますけど、腕がなかっただけで、当たりはねちらほらもらえて、まあ、ちっちゃいやつからね、そこそこ肩のあるやつまで結構答えきれかったっすね。きれかったっすね。ちっちゃいやつもピカピカですし、大きい、ね、大きいからって言うてもうきれいなピカピカの答えで、まあまあ、きびれもね、僕最後ね、よっしゃと思ったら、きびれだったんで、まあまあ、きびれはきびれでね、結構走ってくれるんで、嫌いじゃないんですけど、まあまあ、今日一日ね、ヨットハーバーで、楽しめましたんで、
今日もね、あの日中ね、やっぱり今いつも通りの休憩の仕方やったんですけど、大丈夫でしたか？全然これぐらいの、これぐらいの、ちょうどいいですどっちかというと今日結構ね、あの頑張って落としてたんですけどいかんせんちょっと杭がね、かかりが、かけが、腕がなかったということで、結構頑張ったんですけどね、まあまあそれでもちらほらと上がりましたんで、もうじきね、船来るかと思うんで、ちょっと片付けて待っておきましょうか、はい、またね、一緒に来させてもらった時はぜひ、またよろしくお願いしますよろしくお願いします。ここらうろちょろしてますんで今日朝ね、声かけてもらいまして、ほんまに良かったです。いつもね、コメントをいただいてまして、いつもね、勉強になること多くてね、助かりますんで、またいろんな引き出し教えてくださいありがとうございます。ありがとうございました。